今日中村知事を表敬訪問したのは、松山市出身のお笑い芸人友近さんと、 YouTube チャンネルフィルムエスト TV の西井博樹監督です。今回制作するドラマは1980年代風道後ミュージックストリップ劇場、これを舞台に何かできないかっていうのが一つあったんですね。東京からも俳優さん呼びながら、そして他の役者さんたちも愛媛の劇団の方とか、あとエキストラも本当にいろんな、もう何だって私の友達とかにも声をかけながらみんなで作り上げていきたいなっていう。ドラマはサスペンス、ロケは松山や今治など県内各地で行われ、友近さんと松野町出身でお笑いコンビモグライダーの芝大輔さんが主演を務めます。今からもらう感じではあるんですけど、私としてやっぱり温泉シーンは入れたいので、はい、でそうですね、温泉で勝手にこう推理しながらっていうビューティーカットは必ず入れたいなっていうのがありますし、地元の方っていうのは、あ、ここがロケ地に使われてるとか、 あの人見たことあるとか、なんかそういう発見とかもしながら見てもらうと楽しいんじゃないかなっていうふうに思いますね。撮影は来月行われ、8月頃に YouTube チャンネルフィルムエスト TV で公開される予定です。